今期これからの秋冬に向けて買ったアウターたちを紹介していきたいと思います。全部ね5つあるのでぜひぜひ参考にしていただけたら嬉しいなと思います。はい、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、もうここ最近本当に一気に寒くなったと思うんですけれども、寒くなる時期といえばアウターを皆さん買うんじゃないかなと思います。私ももうすでにアウターを結構いろいろ買っていて、今季これからの秋冬に向けて買ったアウターたちを紹介していきたいと思います。全部でね5つあるので、よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで早速紹介していきたいと思います。まず一つ目がじゃじゃーん、こちらでございます。ちょっと今もトレンチ風のセットアップ着てて、なんかトレンチ大好きマンみたいな感じなんですけれども、ブルーアのトレンチコートになってます。すごいロング丈の毛がしっかりとある感じのコートで、これがグレーだったかな、確か色味が。まあでもどうだろう、なんかグレージュが一番近いのかな、表現的には。このトレンチコートがですね、インスタで前にアップした時にめちゃくちゃ大好評で、すごいみんなに可愛い可愛いって言ってもらえたコートなんですけど、本当にこれ可愛くて、ブルーアのトレンチコートって毎年結構いろいろ形が出ていて、すごく可愛いものが多いと思うんですけど、今年も結構ね新作いろんなものが出てたんですが、私は今回これにしました。この特徴がですね、袖がレイヤードっぽい感じの袖になってて、でも実際はねこうつながってる感じなんですけど、こういったちょっとレイヤード風な袖っていうのが結構最近トレンドになってきているので、それが落とし込まれたトレンチコートですごく可愛いなと思ってこちらゲットいたしました。後ろはねこんな感じになっております。この色味もすごく可愛くて、やっぱトレンチコートって言うとベージュのイメージが強いかなと思うんですが、ベージュよりも落ち着いたカラーなのですごく大人っぽくも着れるかなと思います。ちなみにここの袖のところがですね、レザー素材のものが使われていて、そこもねすごく可愛いですね。トレンチコートなので結構サラッとした感じで羽織ることができます。最近はスウェットが結構流行っているので、そういったスウェットのセットアップとかでもこういったトレンチコートをパッて羽織るだけで一気にこうちゃんとしてる感というか、スウェットだけだとちょっとラフすぎちゃうなっていう時も、こういったコートをパッて羽織れば手抜き感も減るかなと思うので、そういったスウェットコーデにもおすすめですし、もちろんトレンチコートはデニムとかともすごく相性がいいので、そんな感じで合わせてあげても可愛いと思います。袖は結構ボリュームのある感じで、袖口はこんな感じで調節ができるようになっております。まず1つ目のアウターがこちらでございます。では続きまして2つ目がじゃじゃん、こちらでございます。ザラのジャケットなんですけれども、遠くから見ると結構デニムっぽく見えませんか。デニムっぽく見えるんですけど、実はニット素材のジャケットになっております。デニムっぽいんだけど、いざ見てみるとニット素材っていう、このギャップがすごい可愛いなと思って私これは買いました。これと同じ素材でパンツとビスチェ、ちょっとミニ丈のビスチェもあって3点セットみたいな感じであるんですよ。で、私はその3点セットがすごい可愛かったので全部買っちゃったんですけど、今回はアウターの紹介ということでこれだけちょっと紹介させていただきます。丈感は短すぎず長すぎずな感じで、すごくバランスのいい丈感になってて、これ袖もめっちゃ可愛いんですよ。ボリュームがあるパフスリーブになっていまして、まあ最近はずっとパフスリーブが結構トレンドになってきているので、そこでトレンド感もありつつ、結構これねちゃんと分厚い感じのニットなので割とあったかいんじゃないかなって思います。最近ぐっと寒くなってきたので、これからねすごく大活躍してくれそうなアウターなんですけど、ちょっとまだね買ったばかりでタグがついてるんですが、やっぱこのステッチがオレンジっぽい感じのステッチになっているので、そこがよりデニムっぽい感じが出てて、めちゃくちゃ可愛いですよねこれ。であともう一個いいなって思ったのが、こういうニットとかって結構ボタンを外したりとかしてるとボタンが緩んできたりとか、ニットがへたれてきたりとかすると思うんですけど、これねパッチンボタンっていうか、こうパチって開けれる感じのボタンだったので、そこがすごく私はいいなって思いました。はい、ということで2個目のアウターがこちらでございます。では続きまして3つ目がじゃがじゃん、こちらでございます。これねめっちゃ可愛いんですよ本当に。これもムルーアのやつなんですけど、ムートンジャケット、ムートンコート、今年もムートンはめちゃくちゃ大人気で、実際にねいろんなブランドさんからも出てると思うんですけど、今回このムルーアのムートンジャケット、これがね超可愛いんですよ。なんと言ってもこの色合いですよね。この紫のボアとブラウンなんですけど、ちょっとカーキがかったような感じで超可愛くて、であとワンポイントでポケットのところとか首元のベルトのところだったり、後ろのこのラインとかにパイソン柄が
使われてて、でこの袖の下の部分というかもうちょっと素材が切り替わっててスウェードっぽい感じのブラウンの生地が使われています。これめっちゃ可愛くないですか。本当他にはないムートンジャケットだなっていうので私はすごく一目惚れでした。これは丈がね結構長めなムートンジャケットなので低身長の方とかだと若干難しいのかな。割とムートンジャケットってジャストサイズだったりとかショート丈のものもあるはあると思うんですけど、やっぱりそっちの方がバランスは取りやすい気がします。私的にでもミニのボトムスとかと合わせてちょっとワンピ風に着たりとかしても多分可愛いと思うので、なんかそういう感じで着てあげてもいいかなとは思うんですが、でもこれ1個で本当にインパクトのあるというか間違いなく主役になるアイテムだと思うので、すごくシンプルな格好の時とかでもパッて羽織るだけでおしゃれさんに見えるようなそんなアウターじゃないかなって思います。中もね全面こんな感じで紫のボアが使われていてめちゃくちゃあったかいんですよ。これがムートンジャケットなのでやっぱりちょっと重みはあります。なのであんまり重いアウターが好きじゃないっていう方はもしかしたら着ていて疲れちゃうかなっていうのはあるんですが、これはまあ本当に色合いが私はたまらなく好きだったのでゲットいたしました。ムートンジャケット今すごいありふれてると思うのであんまりこう人と被りたくないなとかちょっと珍しいものが欲しいなっていう方とかはすごくいいんじゃないかなって思います。ということで3着目のアウターはこちらでございます。では続きまして4つ目がじゃじゃん、こちらでございます。またムートンジャケットかいっていう話なんですけれども、そうなんですよ、私ムートンジャケットほんと大好きで、なんだろうこのデザインがすごい可愛いんですよね。もちろんあったかいっていうのもそうなんですけど、なんといってもこのデザインがすごい好きで着るだけでコーデが決まるみたいな感じもあると思うので、ムートンジャケット持ってない方はマジで1着は持っておいても損ないんじゃないかなって思います。ザラのムートンジャケットなんですけど、これね私形がすごく気に入っていて、さっきのムートンジャケットはロングだったっていうのもあるんですけど、なんかこう下までずっとまっすぐな感じだったので、なんかシルエット的にちょっとズドンとなりやすい感じがあるんですけど、このザラのムートンジャケットは下にですねガイダンスっぽい感じでベルトがついてるんですよね。そうなのでちょっと下がプシュってなるっていうか、こうなんだろうまっすぐズドーンっていうアウターじゃなくてちょっとこうボリュームがあって下キュッてなるようなそんな感じのシルエットのムートンジャケットで、これが私すごいずっと求めていた形だったのでこれもね一目惚れで購入いたしました。色合いはめちゃくちゃ可愛いんですよ。これ深めのブラウンのムートンになってて、ボアがベージュかな、これはすごく使いやすそうだなって思いました。この前のデザインもね結構いろんなデザインがグワーって入ってて、なんか寂しくない感じもすごく好きでしたね。私はチャックもこんな感じでいろいろついてたりとか、この首元のベルトもね二重になってるんですよね。これがまた可愛いし、今後ろもこんな感じですね。後ろから見た時のシルエットがすごい可愛いですかね。これはベルトは取り外しも可能なのでいらないっていう方は取っちゃえばいいかなと思います。私これねネットで買ったんですよね。でサイズ M サイズにしたんですけど M でちょうどいいぐらいだったかな。オーバーに着たい方は1サイズぐらい大きめなものでもいいのかな。これ結構私今回買ったアウターの中でも気に入ってて、まださすがに暑いかなと思って着れてないんですけど、これは早く着たい一着でございます。さっきあのムートンジャケットってやっぱどうしても重みが気になるって言ってたと思うんですが、このザラのジャケットは比較的軽めだと思います。めっちゃ軽いってわけではないんですけど、ムートンジャケットにしては割と重みが抑えられたアウターだと思うので、なかなかこう重めに耐えられなくてっていう方もある程度の重みはありますが、挑戦は比較的しやすいアウターじゃないかなと思います。はい、ということで4着目のアウターこちらでございました。では続いてのラストになります。ラスト5着目がじゃーん、こちらでございます。もうこれは前にね紹介したはしたんですけれども、気に入りすぎるのでまたちょっと今回このアウターの紹介ということで紹介させていただきますが、ザラのヴィンテージのレザージャケット、メンズの商品なんですけれども、もうこれめちゃくちゃ可愛くて、つい昨日かな、これ撮ってる昨日に初めてこれを着て外に出たんですけど、もうウキウキでしたもうほんと可愛くて早く着たかったのでやっと着れたっていう感じで、もう私レザージャケットがそもそも大好きで、結構毎年秋冬になるとレザージャケットたくさん着るんですけど、まあ、その中でも新入りちゃんということで特にこのアウターは気に入ってますね。やっぱなんといってもこの色合いですよね。このヴィンテージ感あふれる感じの色合いがすっごい可愛くて、なので古着のジャケットとか欲しいけど古着はどうしても苦手っていう方とかはすごくおすすめなジャケットですね。これはね割と重みがすごいですあのレザージャケットっていうのもあって、どん
んぐらいだろう、 1.5 キロぐらいあるのかな、2キロぐらいあるのかな。なので長時間出かける時とか向いてないかなって私は思います。でもそれよりも私は可愛さが勝っちゃって着ちゃうんですけど、この袖のチャックも私めっちゃ気に入ってて、このチャックがあるのとないので結構印象変わってくるんですけど、あることでよりハードな感じがして私はすごく好きです。チャックもね、全体的に大ぶりなチャックっていうか、しっかりとした感じのチャックになっているので、そこもねまた可愛いポイントなのかなと思います。はい、ということで5着目のアウターはこちらでございました。はい、というわけでですね、今回はこんな感じで私が今季買ったアウターを5つ紹介してみました。これからもしかしたら増えるかもしれないんですけれども、とりあえずこれからの秋冬に向けてゲットしたアウターになっております。もう早くね寒くなってほしい気持ちもあるんですけど、まだ秋服楽しみたいなっていう思いもあって、思うように気温が操作できればいいんですけどそんなことはできないので、この子たちがね活躍できそうな時期になったらたくさんたくさん着ていきたいなと思います。結構アウターは毎年どんなの買いますか、今年は何買いましたかしなたんっていう質問も来ていたので、今回はまとめてガッと紹介してみました。またなんか増えたりとかしたらその都度紹介できたらいいかなというふうに思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。